田ひな涙の三冠、恩返しができてよかった逆転勝利で19年伊藤以来女子史上4人目の快挙達成。全日本卓球女子シングルス2023年全日本卓球選手権大会1月23から29日東京体育館。29日女子シングルス決勝で早田ひな日本生命が木原美悠 JOC エリートアカデミー星草をゲームカウント4対2で下し優勝を果たした。早田は女子史上4人目のシングルス、ダブルス、混合ダブルスの3冠を手にした。早田ひな VS 木原美悠フォトイタルッチバ3年ぶりの女王、そして2019年の伊藤美誠以来の3冠にまで王手をかけた早田。その相手は世界ユース U19 で2冠の木原だ。木原は鋭いミート性の球で早田を台から下げ、第1ゲームを11対9で奪取。その後も直線的なボールで早田に時間を与えず、最後は下回転サーブでエースを奪い13対11でここも取る。だが緩急自在のドライブでの連続攻撃で早田が反抗。第3ゲームは6連続ポイントで取り返し、長いラリーに持ち込んでもう1ゲームを奪う。フォア前サーブからの展開で優勢の早田。木原は先に強く攻められず、5ゲーム目も早田が11対7で取り、第6ゲームも木原の攻撃をがっちり受け止めて最後に一歩抜け出し優勝を決めた。準決勝まで張本美和、木下アカデミー、平野美宇、木下グループ、そして石川佳純、全能と3人の難敵を合計1ゲーム失うのみで退けてきた早田。文句なしの女王返り咲きと女子史上4人目にして自身初の3冠を達成した。全日本卓球選手権女子シングルス決勝、早田ひな4に木原美悠91分の11 11分の13 11分の5 11分の8 12分の7 10。早田ひな女子シングルス勝ち上がり。決勝、早田ひな4に木原美悠91分の11 11分の13 11分の5 11分の8 12分の7 10。準決勝、早田ひな40石川佳純11 11分の7 11分の4 11分の5 9。準々決勝、早田ひな40平野美宇11 11分の1 11分の9 13分の81。6回戦、早田ひな41張本美和11 14分の9 6分の12 11分の11 12分の30。5回戦、早田ひな4から0面連サイミ11 11分の5 11分の7 11分の6 3。4回戦、早田ひな41大川真実7 11分の11 11分の6 11分の2 11分の6 5。出会い後のインタビュー、優勝が決まった瞬間はどんな思いでしたか。早田、今日の試合は本当に木原選手が強くて、でも0-2になって負けを認めてから自分自身が強くなったので本当に苦しい試合だったんですけど、最後まで冷静に戦えてよかったなと思っています。今大会はあまりなかった2ゲームを先に取られたところ、気持ちの切り替えの部分を教えてください。早田、決勝に上がってくる選手はやっぱり勢いがあって、基本の対策やいつもの感じが参考にならないのが全日本の怖さで、でもその勢いを自分自身が沈める能力が絶対にあると分かっていたので、そこから冷静に1本ずつ点数を取ることだけを考えて、メンタル的にはもう負けたなって1回思いました。そこからまた挑戦する気持ちで試合に入りました。今大会冷静なプレーが非常に目立ちました。好調の要因は、早田、私自身天才ではないので、本当にどの技術だったりとかメンタル的な部分だったり体のケアだったり全てのことを努力しないと身につかないタイプなので、日頃から皆さんに本当にお父さんお母さん含め石田大輔先生だったりとかチームひなのみんなが支えてくれて私はここにいることができているので、こういった形で皆さんに恩返しができてよかったなと思います。去年は届かなかったシングルス優勝、それを成し遂げて自身初の3冠です。早田、東京五輪が終わってパリ五輪に向けて着実に力をつけるためにやってきたことが
この結果三冠につながっていると思いますし、でもそれを支えてくれる裏で一緒に戦ってくれている皆さんのおかげでこうやって優勝できたと思うので、これから全日本よりもさらに上の世界選手権だったりとか中国人選手にもっともっと勝てるように頑張っていきたいと思います。今大会は3年ぶりに大会初日から多くのお客さんが集まりました。早田、連日たくさんの応援本当にありがとうございました。皆さんの応援があっての選手たちも本当に楽しみで仕方がなかった全日本だと思います。皆さんの前でこうやって優勝して三冠を取れて本当に嬉しく思います。今後も私もそうですし、卓球界皆さんの応援をよろしくお願いします。卓球全日本選手権、早田ひな女子シングル3年ぶり2回目の優勝。2023年1月29日、卓球の全日本選手権女子シングルスの決勝が行われ、早田ひな選手がゲームカウント4対2で木原美悠選手に逆転勝ちし、3年ぶり2回目の優勝を果たしました。早田選手は今大会混合ダブルスと女子ダブルスに続き、これで3冠達成となりました。東京体育館で行われた卓球の全日本選手権は最終日の29日男女シングルスの決勝が行われ、このうち女子は3年ぶりの優勝を目指す早田選手が初優勝を目指す18歳の木原選手と対戦しました。早田選手は序盤木原選手のスピードある攻撃に苦しみ、2ゲームを連続で失いました。しかし第3ゲームでは得意のラリーから強烈なショットを打ち込むなど、11対5でこのゲームを取ると、続く第4、第5ゲームでも攻撃的なサーブからリズムを作り、3ゲームを連続で取って逆転しました。第6ゲームはルースまでもつれる接戦となりましたが、早田選手はショットをコースに散らして的を絞らせず、このゲームも12対10で取り、ゲームカウント4対2で逆転勝ちしました。早田選手は3年ぶり2回目の優勝で、これで今大会混合ダブルス、女子ダブルスを制したのに続き、3冠達成となりました。この大会での3冠達成は、女子では2019年の伊藤美誠選手以来、4年ぶり4人目です。早田、素直に嬉しい、やりきった。女子シングルスで3年ぶり2回目の優勝を果たした、早田ひな選手は、素直に嬉しいし、やりきった。技術やメンタル、体のケア全てを努力しないと身につかないタイプなので、日頃からみんなが支えてくれてここにいられる、こういう形で恩返しできてよかったと涙を流しながら喜びを語りました。その上でゲームカウント0対2になってから相手が強打できないボールをうまく使ったり、回転量を操ったりして攻めるときは攻めるなどバランスを考えて試合した、展開をうまく変えられてよかった、パリオリンピックに向けてやってきたことが3冠につながったので、世界選手権や中国選手に勝てるように頑張りたいと話していました。一方、準優勝だった木原美悠選手は嬉しい半分、悔しい半分という気持ち、前半はすごく自分の方が有利だったが、大事な場面でミスを少なくすることや相手がサーブを工夫してきたことに対応できなかった、パリオリンピックに向けてさらに多くポイントを稼げるようにもっともっと強くなりたいと、さらなる飛躍を誓いました。